はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極奇形を巡らす歴戦の古強者ですかね、古い強者ですね、究極ジジを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。怨念ソニブ、体力焼けをつけてます。次いで赤キラですね、ムーブ得意属性、近距離ブーストですね、 ADK ブーストをつけてます。続いてジョラゴンですね、観察初動移動距離ブースト、怖くないぞを入れてます。続いてスタンバイには、屋上ですね、見らないハイコンシルフェをつけてます。屋上は保険ですね、保険として入れております。フレンドは黒キラを、ハイパーヒール付きの黒キラを呼んでます。では参ります。もうほとんどキラで退治という感じですね。まあいろいろとうるさいですけどね。はいはい、クリアですね。続いての増援も、ワムーがね結構 HP が高いので2回に分けてやる場合もあります。今回は倒しきれないようです。さあ続いてストロハイムが降ってきましたけど、ストロハイムの範囲にさえ入ってなければあまり怖くないですね。ちょっとギリギリ入ってるかな、かなっていう感じですね。まあ入ってましたね、瀕死を食らいました。さあ続いて増援のカーズが降っていきました。一応体力回復するためにハイパーヒールを使います。でここでデリムが動く。デリムなくてもいいような気がするんですが、まあフレンドさんなんで。さあ最終ラウンドですね。2ラウンドしかないのにね、増援がかなりいるんです。面倒な、究極ですね。しかもドロップ率が悪いと、プラチナリングのドロー率が悪いのであまり美味しくないという状況ですね。黒キラで走らせて、倒します。はい、ここは爆弾で処理してます。さあ最終増援がやってまいりました。誰が掴まれるか、黒キラでしたね。大丈夫です。一応ね、この電柱がものすごく怖いんで体力が結構多い方がいいですね。防具しておきましょう。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。他にもね、赤尻で、の4日でね倒すっていう方法もあるんですけど、かなり面倒なので私は、エキスパキラでね、倒すということにしてます。
最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。